はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒澤敦史です。今回は先日から募集をし始めました2017年9月30日土曜日の午後2時開場、2時20分スタートで2時間ぐらいのセミナーと、その後2時間ぐらいのオフ会、懇親会ですね、行わせていただくんですが、その進捗状況とそろそろ締め切らせていただきますよという話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず会場なんですけれども決まりました。ちょっと私ずれさせていただいてここに出しますが、はい、 NMF 新宿南口ビルという新宿の南口から徒歩3分ぐらいのところですね。で、結構広い会場に見えると思うんですが、実際一番広いところを取りました。60名の会場なんですね。で、60名の会場を取ったから60名に来てほしいとかそういうわけではなくって、私は自分がセミナーに参加する側だったらどう感じるかっていうと、皆さんがうわーっていらっしゃってキツキツに座るのって嫌なんですよ。自分が座って自分の隣の席に荷物を置いたりして、でパソコンを開いて、まあ、ちょっとここ飲み物を置くぐらいのスペースが欲しいタイプなんですよね。ですから今回はあえて、まあ、一番大きな会場を取って、でその会場の中で、まあ、例えば半分だとしても30名の方がいらっしゃったとしても1人2席使えるわけじゃないですか。そのぐらいの余裕を持った中でやった方がやはり皆さんの集中度も上がるだろうと思って、今回はかなり大きな会場を取らさせていただいたんですが、ここからが重要なポイントで、もともとは15名ぐらいで限定っていう形にするつもりだったんですね。そもそもそんな15名の皆様にもお集まりいただけるとは思ってもみなかったので、しかしながら本当にありがたいことなんですけれども、今の段階でこの現時点で20名の方にお申し込みいただいております。まあそれだけでも予想をはるかに上回る人が参加してくださるってことになってるんですけれども、とはいえですよ、人数が増えるってことは私が物理的にお一人お一人とお話しする時間っていうのが少なくなってしまうので、あまりにも増えてしまうっていうのはそういう面でもよろしくないかなと。まあ、参加者の満足度を考えますと、セミナーの後懇親会に出られる方はまだ話す時間あるんですけれども、セミナーだけに参加される方もいらっしゃいますので、やはりお時間の都合上土曜日の2時から、まあ、それこそオフ会まで終わるとしたら7時とかの時間までですからね、なかなか遠方から来られる方もいらっしゃいますし、遠くは九州から来てくださる方もいらっしゃいますし、時間的に難しいところもある方もいらっしゃると思いますので、それも含めて検討しまして、まあ、あとマックス、そうですね、まあ、30名未満になるようなところで申し訳ないんですが仕切らせていただければと思います。今でも十分本当に多くの方いらっしゃってくださる、多くの方がご参加くださるのはありがたいことなので、あとプラスアルファも若干名だけ募集させていただくっていうのは今この動画を通して改めて申し上げさせていただきたいと思います。ちょっとこちら写真消しますね。はい、というわけでまずここまでのまとめなんですが、9月30日の土曜日にセミナーを行うんですが、現状20名の方が参加の申し込みをしてくださっています。で、セミナーだけだと1500円、2時間ちょっとで1500円ですね。で、その後懇親会はプラス3000円で、懇親会まで参加される方は4500円というのを当日お支払いいただく、私が受付に座っているかそれかうろちょろしてますので、もちろん入ってこられたらその都度私がカカッとかけていって、すいませんって言ってセミナー参加費お願いしますっていう形でいただくんですけれども、まあなんせですね、人件費をかけたくないっていうのと、まあそもそも会場費も、まあぶっちゃけた話、参加費と会場費どっちが高いかっていうと、参加費のよりも会場費の方が高いんですよ。まあ要するに私が普通に負担してる、ポケットマネーで負担してるようなやつなので、まあそれでもじゃあなんでこういう会をセミナーを行いたいかっていうと、普段この海外転売について私は綺麗な包み紙で得体の知れないものをこういうふうに隠して出すような出し方が大嫌いなんですよ。ネットビジネス未だにそのパターンじゃないですか。どの LP 見てもすごいですよっていいとこばっかり並べて、人生変わるとか、私は何もあなたからいただこうとしてません、とにかく無料登録をみたいなのが未だに出てますよね。で、そういったプロダクトローンチとかの裏側も知ってるので、そもそも裏側やってましたし、そういう映像編集してたこともありますので、裏側とかどの文句が真実でどれが嘘かみたいなことも知ってます。で、そういうのを見てきて経験してきて、まああまりね、大きな声で言えることじゃないかもしれないですけど、そういう仕事もしてきて、
動画の編集とかですよね。そういう技術系の仕事もしてきて、そのプロダクトローンチの。で、裏側も知ってる中で私が思うのは、その得体の知れないものを綺麗な包み紙で包んで、その綺麗なとこだけを話すって考え方が嫌いなんですよ。海外転売っていうシーンがあったとしたら、それをなんかよくわからないオブラートで包んで、そのオブラートの一部だけを見せて、今すぐやりましょうとか言ってるとこ多いじゃないですか。そういうのではなくって、今回の海外転売のセミナーっていうのは、先に言っときます。クロージングもないですからね、はっきり言って。この中の部分をお伝えするんです。ただ、公開動画だと、公開の動画だとお伝えできない部分があるわけなんですね。で、お伝えできない部分っていうのは何かっていうと、要するに、個別の超具体的な内容に関しては、私もお伝えできない部分っていうのは結構あるんですよ。ちょっと字汚いですけど、個別の超具体的な内容。例えば、このカテゴリーのこの商品のこういうところがいいので、こういうの出しましょうとか言ってしまうと、例えば特定の商品を私が YouTube で出すってことは、まあそんなに私の YouTube の動画っていうのは再生回数見ていただければわかるんですけど、そんな多くの方は見ていないので、そこまで問題はないとは思うんですけど、少なくとも不特定多数の人が見るところに、見えるところに何かしらの情報を出すっていうのは、まあ、難しい言葉で言うと反復するってことなんですよね。で、そういったものを反復してしまうと、この商品に、とにもかくにも群がっちゃう。まあ、群がるって言い方はちょっと失礼だったかもしれないですけど、人が群がってしまって、この商品の本来の価値が、まあ、例えば、1980円ぐらいだったとしますよね。1980円。で、その価値が人が群がってしまうことによって価値がだだ下がりして、まあ、980円とか最悪480円とかになってしまうんですよ。ってことは、私はこの商品の価値を、この商品の価値を、結局のところ、私が公開動画を出したことにより、下げてしまったと。本来のこの商品の価値を下げてしまったっていうことにもなりますし、あとやっぱり、一を聞いて十を知るっていうのはなかなか難しいですけど、この私がこの商品どうですかって言って、やっぱりその商品をすぐ買い付けちゃうとか、本当はそれ良くないんですけどね。この商品どうですかっていうのは一例ですから、同じような探し方とか、同じようなポイントをしっかりと腹に落として、で、その後、同じような流れで自分のオリジナルの商品、自分だけの商品を探していくっていうのが必要なんですけど、あまりにも超具体的に私が明示してしまうと、ある種依存的になりやすいんですよ、商品リサーチが。っていうのもあって、個別の超具体的な商品に関しては普段公開動画ではなるべく話さないようにはしているんですが、セミナーに関してはですね、私は感情を伴った行動っていうのが引き寄せの法則的にも一番重要って感じていまして、セミナーっていうのは時間とコストをかけてその方が来ていただくってことですよね。まあ来る労力もありますから、正確に言うと時間とコスト、お金とあとは労力、そういったものを使ってわざわざ行動的に参加してくださる方っていうのは、超個別具体的な話をしても大丈夫だろうっていうふうに考えている。まあもちろん私のチャンネルをここまで見てくださっている方、皆さんが基本的には、まあ問題ないというか、少なくともギラギラオラオラした手法とかに、あーっていうふうに魅了されない、堅実な三方よしのマインドをお持ちのビジネスに対峙している方だとは思うんですけれども、やはり不特定多数に見れちゃうっていう、この諸場では、YouTube っていう諸場では話せること話せないことっていうのがあります。で、その海外転売の真の部分の特に話せないこと、公開では話せないことっていうのは話していくものですから、セミナー自体にも意味があります。ですからその後の懇親会とかでもオフ会でも、17時から、夕方の5時から夜7時までの2時間の、まあ、飲み放題ですね。それも結局3000円いただいてますけど、3000円くらいのプランなので、別にそれでまた私が利ざやを稼ぐとかそういうものではないので、まあ、そういった懇親会の中でもいろいろと話していければと思うんですが、セミナーのみの参加でも十分に有益な情報っていうのをご提供できるかなっていうふうに自負しております。ので、ぜひぜひご興味ある方はご参加いただければと思います。現状は参加者の方は国内転売をやられている方と、セドリをやられている、まあ、要するにセドリをやられている方と、中国輸入をやられている方と、物販やったことがないか、やり始めの方っていうのが多いんですね。で、現在のところ、アマゾン輸出をやってる方、日本、アメリカのアマゾンとかやってる方は、現在のところ、まあ、見る感じだといらっしゃらないかなと。まあ、ちょっとした簡単なアンケートも最後にあるので、そこを通して、どのような方が、
参加されるのかっていうのを事前に知っておくと、私も話す内容とか話す用語どこまでは話すとか、そういったことも決められるので、そのためにちっちゃなアンケートを申し込みフォーム、あ、ちなみにこの動画の下に申し込みフォームへのリンクがありますからね、そこをクリックしていただければ別途動画もご覧いただけるんですけれども、セミナーについて、まあ、こんな感じで話している動画ももう一本あるので、そちらもご覧いただければと思うんですけれども、とにかくそちらのセミナーの内容、まあ、今回9月30日に行うセミナーの内容っていうのは、この表面的なことを話すつもりってほんとみじもないんですよ。それを話してなんていうんですかね、いいとこばっかり話してそれに食らいついちゃうような状況の方っていうのは来てほしくないって言ったら変なんですけども、それで浮かれてフラフラしちゃうっていう方っていうのは、まだ海外転売の魅力を感じていただけてない方だと思うんですよね、正直。要するに楽して稼げるとか、1日5分で月収100万円とか、コピペだけで月収何十万円とか、そういうのに踊らされている方っていうのは、まだビジネスそれ自体っていうのを一つ一つしっかりと見つめられていない方だっていうふうに思うんですね。とにかく金稼げりゃいいっていう発想で進んでしまっている。で、正直な話、皆さんはまあそんな寝たまま月収100万円なんてあるわけないじゃないかとかね、あとはコピペだけで月収20万円とか、私は何もあなたから奪う気はありません、資金も一切いりません、だからとにかく無料登録みたいな言葉の裏側っていうのも十分お分かりになっている方が多いと思うんですけど、じゃあなんでそんなものが未だにネットビジネスでどん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  LP で出てくるのか、新しいキャンペーン出てくるのかっていうと、皆さんは大丈夫でも、これからネットビジネスを行う方にとってはそれはやっぱり魅力的に映っちゃうんですよ。言い方悪いですけど、かもですよね、かも。で、残念ながらと言いますか、人はどんどん生まれていきます。ネットビジネスという言葉を知るタイミング、もう人によって違うわけですよね。だから毎年ネットビジネスっていうのを初めて知った人が、初めて見た映像っていうのが、キラキラ、ギラギラ、オラオラしているような、ゴリゴリしているような、まあ、新宿で言うと歌舞伎町の夜のネオン街みたいなものを見てしまうと、どこもよく見えちゃうんですよ。だからそういうキャンペーンを未だに打っても、ある一定の人数を、まあ、リストとか言ったりしてるわけなんですけれども、そういう人のメールアドレスですね。メールアドレスですね。リストが取れるっていう状況になってるし、そんなうさんくさいなっていう文句も、プロダクトローンチの5日間の動画の中でどん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 洗脳していくと、最終的にはいいように思っちゃうんですよ。私も5日間の無料講座を行ってますけど、プロダクトローンチの洗脳的な手法で何かしらやってるっていうのは一本もないですからね。海外転売についての情報っていうのをちゃんと分割してお話ししてるっていうことなんですよ、私のは。要するにこの芯の部分を分割してお伝えしてるのと、この表面の部分だけをこういうふうに辿っていって、で、ガンガン洗脳していくっていうのは全然根本的に違いますから、私は話をまとめます。また長くなりそうなんで、ここら辺で終わりにさせていただきますが、話をまとめますと、今回は9月30日に行う、土曜日ですね、東京の新宿駅から徒歩3分のところで行う私のセミナーって言うとかっこいいですけど、まあ、アットホームな海外転売についてもっとよく知っていただこうっていうものですね。普段はカメラを通して話す、私が一方的に話してるばかりなんですが、お互い、まあ、顔を合わせて、で、私がどういう人間かっていうのも直接見ていただいて、判別いただくっていう意味も含めて開催させていただく、まあ、集いって言ったらあれなんですけども、そういったセミナー、私のセミナー、があるんですが、現在20名の方に申し込みをいただいてます。で、あと若干名。まあ、若干名って言うとマーケティングの限定性みたいになってしまうんですけど、本当に若干名。30名未満ぐらいでストップしないと、普通のセミナーになっちゃうじゃないですか。だからそうじゃなくって、もっとアットホームにしたいんで、人数は限定させていただいて、あと若干名だけ募集させていただいて、そこで仕切らせていただきたいと思います。その後は URL もまあ、消させていただいたり、対処させていただきたいと思いますので、ご了承いただければと思うんですが、そのセミナーの募集をそろそろ締め切ることになるとは思いますので、ぜひぜひお早めに申し込みいただければと思います。で、この動画の下の URL が消えて、募集終了いたしましたみたいに書かれたとしたら、もう
そこからは申し込みいただけないということになりますので、その点もご了承いただければなと思います。でぜひぜひ2時間ちょっとのセミナーを行って、間にもちろん休憩も2回設けます。集中力考えるとやっぱり1時間おきにちょっと休憩設けるって形で進めていきたいんですが、その休憩中ももし何か質問があれば個別で来ていただければ、休憩の合間に話しさせていただきますので、そこら辺もお気軽にいつでも声かけていただければと、こちらからも声かけるんですが、ぜひぜひ積極的にお声掛けいただければと思うんですが、そのセミナーと懇親会も、まああんまりね、懇親会で高級なところをバッて取ると、懇親会の食べる食事でコストがかかっちゃうので、普通の居酒屋の普通の飲み放題コースとかって結構美味しいじゃないですか。だからなるべく安いところを取ります。で予算3000円ですから、まあ当然ですけどね、懇親会まで参加する方が4500円で、セミナーだけの方が1500円なんで、引き算していただければわかると思うんですが、3000円多くいただくってことは予算3000円ってことですね。3000円で探させていただきますので、予約して置かせていただきますので、懇親会はまあ3000の2時間飲み放題コースでやろうかなっていうふうに思ってますから、そちらも含めてぜひぜひご検討いただければなと思います。で、何かしら自分の仮想通貨をやっていて、その仮想通貨の集客をするために参加するって方は NG になります。その気配が見えたら、まあ自分は何やってるんですよぐらいだったら自己紹介程度でいいと思うんですけど、仮想通貨ビジネスいいですよみたいに懇親会で言ってる人がいたとしたら、もうその人には僕の飲みかけのジントニックが飛んでいくってことはないですけれども、でもそういう方は NG ですよ、もちろん。やっぱり海外転売とか、あと自分が物販何やってる、これやってるっていう話をするために、あとやっぱりこういった私が個別コンサルティングやってるんですが、個別コンサルティングって講師とはいつもやり取りできるんですよ。チャットワークで6ヶ月間。私とやり取りできるんですね、生徒さんは。でも生徒同士のつながりってどうしても疎遠になりやすくって、その生徒同士というか、今から中国物販をやろうと思ってる、中国アメリカをやろうと思ってるみたいな、そういう物販の人たちの横のつながりっていうのがあれば、あ、みんな同じように悩んでるんだとか、同じようなところでつまずいてるんだっていうのが分かるだけでもすっごい肩の荷が下りるっていう感覚あると思うんですね。ですからそういう良い意味での横のつながりっていうのを設けていただくための場所でもありますので、オフ会っていうのは、やはり皆さん海外転売のチャンネルを見て、まあ登録いただいたり、無料講座を受講してくださったりして、で、その結果私のセミナーに来てくださる方なので、やっぱり考え方っていうのは共通してると思うんですね。ギラギラオラオラしてない。綺麗なところばっかり、表面的なところばっかりを見せて、いいっすよって言ってるものに嫌悪感、疑問感、違和感のつぶつぶを感じる方、堅実に三方よしのビジネスとして物販に取り組もうと思っている方、少なくとも堅実で三方よしっていう感覚が頭にあって、ネットビジネスギラギラオラオラには疑問感があって、違和感があって、こっち側に来られた方たちの集まりなので、すっごい濃いっていうのはすっごく堅実な集団だと思うんですよね。当日参加される方。で、やっぱり私はアマゾン大好きですし、海外転売大好きですし、やっぱりそのビジネス自体に対して失礼な人には来たくないっていう感覚を常に持ってるんですよ。ですから逆言えば、物販を堅実にしっかりと直視、対峙されていて、堅実に物販を進んでいこうと思ってる、規約違反の無在庫じゃなくって、堅実に在庫を持って、まあ資金は今、いっぱいいっぱいなところはあるかもしれないですけれども、それでもやっぱり、堅実な物販をやろうと思っている。物を介して価値を移動させていく。で、物の対価として、まあ物をお客さんにお売りして、お客さんが笑顔になってくださって、その笑顔の対価として、お金をいただくっていう堅実な手法なので、もう5年、10年、50年、100年、ずっとやっていけますよ、物販は。要するに、一生胸張って、物販やってますって言えるんです。で、物販ってゆくゆくは、OEM だとか、まあ要するにブランドですね。ブランド化すれば、何やってる方なんですか？ブランドオーナーです。言えますよ。で、それこそ物販でどん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 収益が上がっていったら、まあ個人事業主でもいいですし、別に事業化しなくてもいいですけど、法人建てようと思えば建てられます。25万円の手数料と資本金があればいいんですから。で、何やってる方なんですか？あ、ブランドオーナーをしていて、会社の代表取締役をしてますって。
言いたければ言えますから、物販って社会的に一番認められている職業の一つですからね。銀行からどれだけ融資が下りやすいかっていうのも考えればよくわかると思います。ですから一生胸が張れる子供とか、まあ、大好きな奥様とか旦那様とか、あとは親御さんですね、みんなに、友達も含めてみんなに胸が張れる。何やってんですか、アパレルのこういうブランドのオーナーやってるんですよ、このブランドを創設したの私なんですよって言えるじゃないですか。どこで売ってるの、あ、アマゾンで物販してるんですよ。で、まあ細かく言うとアマゾンの上位のアカウントを取ればアマゾンを通して下ろすこともできますからね、他の業者さんに。で、そういうところも含めてやっぱり物販に対しての魅力を感じてくださっている方で、しかも堅実に進もうとされている方の集まりっていうのは非常に良い意味で濃くて有益で、本物のビジネスを行う人、本物のビジネスマン、本物のビジネスパーソンの人たちが集まる会になればなと思ってます。ですから私はカリスマ黒沢ですなんていうつもりは全くなくって、私も含めてその参加される皆さんが堅実な考え方をお持ちの方で集まったら、そのパワーめちゃくちゃすごいと思うんですよ。そのゴリゴリギラギラオラオラエヘヘみたいな人たちとは全く違う集団になるわけですから、まあ、その2時間ちょっとのセミナーと懇親会まで参加される方は4時間ちょっとの時間一緒に過ごすっていう形なんですが、その9月30日の1日が皆さんにとってすごく大きな転機の一つきっかけになればなっていうふうに思ってますので、ぜひぜひご興味あればお申し込みいただければと思います。また長くなってしまいました、失礼いたしました。というわけで今回は私がお伝えしたかったメインテーマは9月30日のセミナー、もうちょっとであと若干目募集した後で締め切っちゃいますよというお話になります。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。